ぴったりに。それ今言ったんだよ。まあせいぜいね、仲折れするような人とやれよ。お前はね、お似合いだよ。ジェワンはね。あと最近なんか、トツマチやってるみたいだけど、あれもつまんない、しょうもないから。おつまち？やってるだろ、最近。やってないよ。やってない？それクルーちゃんじゃなくて？ああ。で、何言いかけたの？いや、ゼロワンはやっぱりちょっと家庭環境で人間不信なとこあるじゃん、女性に対してね。ですぐ自分はさ、女の子を傷つけちゃうでしょ。でもそれで俺もも傷ついてるよ。そう、自分も傷ついちゃうでしょ。傷つくの怖いから傷つけるんだよ。そうだで、そからおの前とも別れた。だやっぱから好きになると自分傷ついちゃうから、その前に傷つけて別れた方がいいかなって思っちゃう。臆病なんでね。だからそんなことしてもずっと自分が傷ついちゃうから、お前のこと好きじゃないもん。好きにさせてよ。したらいいんだけど。好きじゃないんだよ。お前なんて別に何とも思ってなくて、違うマンコに夢中だったし、好きな時期あったけど、もう別に今何とも思ってないから、好きにさせてくれたら結婚もするし、一生守ると言えるんだけど、好きじゃないから、どうしようもないわけ。いい女だとは思うよ。162センチで E カップでしょ。で、乳首も手頃サイズだし、体も別にいいし、で、顔も別に悪くないじゃん。ちょっと別にって何？顔もなんか化け猫みたいな、狐顔で猫みたいな顔してるけど、まあ悪くないじゃん。でもこの前会ったら唇が乾燥してて、ちょっとそこはマイナスポイントかな。なんか荒れてた。とにかくこの電話は、ゼロワンは前を向くから、もう区切りをつけろってことでしょ？そうだよ。諦めた方がいい。お前じゃ無理なんだよ。俺をね、独り占めにしようと思ったら。何人の女が見てると思ってるの、配信つければ。選びたい放題なんだよ、俺は。この子に決めたっつったら、すぐみんな飛んできてくれるの。その状況の中で、お前を選ぶメリットってなんかあるの？みんなガチ恋なんだよ。みんな好きなの、俺が。みんな、俺に抱かれたいと思ってるの。そんなこと言ってもやっぱ寂しがり屋だから、やっぱ女の子と付き合ったの。付き合うけど、好きになったら付き合うよ。だから好きにな、なんだから、ちゃんと真剣に付き合ってるの？ちゃんと真剣に？いや、ゆまるもちゃんと付き合ってたよ。だから配信もせずにネタにしたら傷つけるかなと思って、自分なりに頑張った方だよ。これはね、今までと違ったから、みんなも見てたらわかると思うよ。ゆまる大事にしてたよね。自分なりに考えてやったつもりなんだよ。それでもうまくいかないから、もう無理だよ。俺はもう無理って思ったもん。俺はもう何しても無理だなって思いましたよ。ちゃんと、今年入って誰ともエッチせずに、ちゃんと作った彼女だったから、本当にやりてえなって思って付き合ったから。
なって。うん、あエッチしたいなって。うん、モンストやりながら、あのなんかモンストをやっといてってお願いして、でそれでやったりとか、そういうちょっとプレイをした。うん、そういう話ちょっとやめて。ああごめんごめん。うん、男わかる？一番いいのは親に電話とか友達に電話中にやるみたいなの。ねやめて。ああごめんなさい。そういうのが今わかるでしょ。男はわかるんだよ。ねやめてって言ってんの。男はわかると思う。うん。そうスリルっつうかそういうのがいいんだよ。なんかね。うん、であの電話かかってきて、あもう出てって、あチャーシューありがとう、出てって言って、あもう静かにするからって言って、で静かにするんだけど、あの腰をめちゃくちゃ動かすとか。うん、そしたら またね。うん、だもう諦めろよお前、無理だから頑張ってね。何を頑張るの。ね、聞きたくなかったそんな話。いやそれはね、もしうんうん、そのうんがどっちかになっちゃってんね。もう、うん、普通の相槌のうんか感じてるうんなのかっていう、わかるでしょ男は。それがいいんだよ。まあお前にはやってやれないけどな。まあお前だったら親友のケイコちゃんと電話中とかね。うん、かわいそう、わざとかわいそうにしてるんだよ。吹っ切らせるために中途半端な。だからそれはもう分かった。思わせぶりダメなんで。分かった。うん、だからお前はあの上書き保存って言うじゃん女は。だからさっさと適当に男と付き合ってやってこい。そしたら忘れられるから。迷惑なんだよいつまでも。迷惑って迷惑かけてなくない？迷惑かかってるから。今でも配信つけたらまゆまゆうっせえから。迷惑なんだよ。じゃあ NG ワードにすればいいんじゃない？なんで俺がそんな手間をかけなきゃいけないんだよ。お前ごときのためにこうやってね、わざと嫌なこと言う俺の気持ちも分かって。うん、だから分かったから。うん、でワンピース今から着るの？会いたいの？正直に今から。正直に言いなよ。会いたくて仕方ない。え、今どこにいるの？足立区。じゃあ歩いてきたら会ってやろうかな。根性を見てやろうかな。うん、その家からつか新宿の白壁から俺ん家まで歩いたら10分、1時間ぐらいなら会ってあげてもいいけど。どうする？よくわかんないんだけど。だ新宿の白壁からスタートして俺の家まで歩いたら1時間ぐらいなら会ってあげてもいいかも。やる？いや会ってどうすんの？ん？会って俺を好きにさせたらいいじゃん。1時間しかチャンスないけど。それにかけてみる？あ、違うわ。いいこと考えた。あの、ミーコとマユが白壁前でスタートして早い方と会うわ。本当にやめて。うん。
うん。それに、勝ったら、会うよ。どう？面白そうだから。二人でね。うん。面白、企画として面白そうじゃん。ちょっと俺が偉そうだけどね。うん。面白けりゃいいんだよ。別に、最低でもね。最低とかコメントしてるやつを見るから。結局は。面白さが勝つんで。配信っていうのはね。面白いよな。文句言いながら見るからね。見るなら文句言わない方がいいよ。これ今でもブロックしてやろうか。別に見てもらわなくて困らないからね。10人でも100人でも別に見てるやついるし。ちょっとブロック入れといてやるわ。本当にさ、眉はね、うん、何あ、にゃちゃんもやる？徒歩レース。何まゆちゃん今もう悟り開いてて。悟り開いてる。じゃあミーコみたいに吹っ切ったら、吹っ切れよ。もうプライドもクソもないだろう。今神の領域に来てんの。プライドの高いまゆちゃんが配信つけてね、プライドとかじゃなくてゼロワンが好きとかやっちゃってるんだから、プライドもないですよ。まゆちゃんやりなよ。いやプライドとかじゃなくてチキンレース。何それな、わかるでしょ。ゼロワンが何？俺を幸せにお前できると思ってる。無理だから。俺の幸せって配信での成功だから。だからゼロワンが幸せならそれでいいんだよ。今幸せだよ。俺はずっと幸せだよ。配信つけたらみんな来てくれてね、文句も言ってくれるし、普通のコメントとアンチコメントのバランスもピカイチにいいし、俺の枠はもう作り上げた世界があるから。そう思わないですかみんな。俺は幸せだよ。アイテムも飛ぶし。ただ女と付き合うとその幸せを邪魔されるんでね。お前もそうだよ。邪魔すんだろ、俺とリスナーのオアシスを。女一匹がいつもそうだよ。女は敵だよ。せっかく結局眉に何を言いたかったの？だもう無理だよって言ってんの。うん、だから分かった。うん、じゃあチキンレースやらないのね。チキンレース、何そんなことやっても。やったら好きになるかもよ。頑張ってる人好きなんでね。配信頑張ってる人好きなんで、その大変さがわかるんでね、僕も配信してるんで。何でもそうじゃない。頑張ってる人応援したくならない。俺もそうでさ、配信頑張ってるなと思うと応援したくなる。それは眉のことを好きになりたいってこと？いや、好きになったら楽だなと思うよ。両思いになれるからね。自分から人を好きになって相手に好きになってもらうよりも、初めから自分のことを好きな人を好きになれたら楽じゃない？それは楽したいよね。うん、だからゼロワンは今もう女を作らないって言ったでしょ。女は作らない？まあ好きな人いないんで。ちょっと頭回んない。頭回んない。まあとりあえず諦めてね。じゃあな、頑張ってな。